EEF2 は最近の翻訳新調因子であり、アミノアシルトレナのリボソームへの結合を触媒する。EEF2 は G タンパク質で、リボソームの AV でのアミノアシルトレナの選択と結合を促進する。その翻訳における重要性は、EEF2 が最近のタンパク質の中で最も豊富に存在し、そして高度に保存されているものの一つであることからも伺える。 翻訳新調因子はリボソームでの翻訳によって新しいタンパク質を合成するメカニズムの一部である。トレナはタンパク質配列に組み込まれる個々のアミノ酸を運搬する。アミノアシルトレナにはトレナのアンチコドンに対応するアミノ酸が付加されている。メッセンジャー RNA はタンパク質の一時構造をコードする遺伝情報を保有しており、メッセンジャー RNA 上の 各コドンがアミノ酸を指定している。リボソームはメッセンジャー RNA の情報に従って AA トレナのアミノ酸をポリペプチドさに組み込んでいき、タンパク質の鎖を作り上げる。リボソームにはトレナの結合部位が3つ存在する。AV、PV、そして EV である。PV には合成中のポリペプチドさに結合したトレナが結合しており、AV では そこに位置するメッセンジャー RNA のコドンに、相補的なアンチコドンを持つ AA トレナの選別と結合が起こる。a v での AA トレナの結合の後、PV のトレナのポリペプチド差と AV のトレナのアミノ酸の間でペプチド結合が形成され、ポリペプチド差全体が PV のトレナから a v のトレナへ転移する。その後、最近の翻訳新調因子 EFG に、 触媒される形でトレナとメッセンジャー RNV の協調的な移動が起こり、PV のトレナが EV へ移動して、リボソームから帰りし、AV のトレナが代わりに PV へ移動する。翻訳における EF2 のサイクル。構造は PDB1F と1対 1TTT。EF2 は、タンパク質合成のポリペプチドの伸長過程に関与する。最近では、 e f 2の主要な機能は、正しい AA トレナを、リボソームの AV に運搬することである。e f 2は G タンパク質であり、その機能には GTP が利用される。リボソーム外で GTP を結合した e f 2が、AA トレナと安定な e f 2 g t p AA トレナ三者複合体を形成する。EEF2GTP は、開始トレナとセレノシステイントレナを除く。 すべての正しく、アミノ酸が付加された AA トレナとほぼ同じ、親和性で結合する。アミノ酸残機の性質はそれぞれ異なるが、即差の結合親和性の差を保証する、様々な構造をトレナは、持っている。三者複合体は、リボソームの AV に移動し、トレナのアンチコドンが、メッセンジャー RNA のコドンと、対合する。正しいアンチコドンが、 メッセンジャー RNA のコドンに対応している場合には、リボソームは、その構成を変化させて、e f 2の GTPRZ ドメインの形状を変化させる。その結果、e f 2に結合した GTP は、GDP とリン酸に、加水分解される。このように、リボソームは、e、EEF2 に対して GTPRZ、活性化タンパク質のような機能を果たす。 GTP の加水分解に伴って EF2 のコンフォメーションは劇的に変化し AA トレナを返離してリボソームから出ていく。その後 AA トレナは AV に深く入り込みそのアミノ酸部分は PV のポリペプチドに近接する。そしてリボソームは PV のポリペプチドから a v のアミノ酸への共有結合の転移を触媒する。細胞質では 最近の翻訳新調因子 EFTS によって不活性化された EFTS GDP から GDP が取り除かれる。EFTS が EFTS から乖りすると EFTS は GDP と複合体を形成する。これは細胞質の GDP の濃度が GDP の濃度よりも5から10倍高いためである。このようにして再活性化された EFTS GDP は 再び別の AA トレーナーと三者複合体を形成する。EF2 は3つの方法で翻訳の正確性に寄与する。翻訳における根本的な問題は類似したアンチコドンが正しいアンチコドンと同等の親和性を持っているため、リボソームでのアンチコドンマイナスコドン対合だけでは翻訳の正確性の高さを維持するには不十分であるということである。これについては AAV のトレナがメッセンジャー RNA のコドンにマッチしないときにはリボソームが EEF2 の GTPR で活性を活性化しないことで対処がなされている。これによって不正確なトレナがリボソームから出ていく可能性が高められている。それに加え EEF2 はトレナのマッチに関係なく AA トレナを介りしてから AA トレナが AV に完全に収まるまでを遅らせる。 この遅延期間は、正しくないアミノ酸が、ポリペプチドさに非可逆的に付加される前に、AA トレナが AV から出ていく2番目の機械となる。3番目のメカニズムはあまり解明されていない機能で、EEF2 は、AA トレナを大雑把に検査し、アミノ酸がそれをコードする正しいトレナに、結合していない複合体を弾いている。EEF2 は、最近の細胞骨格にも多く見つかり、 細胞の形状を維持する細胞骨格の要素であるマレブとともに細胞膜の直下に極在している。e f 2の血管によって細菌の形態に血管が生じることも示されている。加えて EEF2 はシャペロンのような機能を示すことがあり、インビトロでは多くの変性タンパク質の再ホールディングを促進することを示唆する実験的なエビデンスが存在する。 GDP に結合した状態と GDPNP に結合した状態の EF2。GDPRZ メインが濃い青、オリゴヌクレオチド結合ドメインが薄い青で示されている。構造はそれぞれ PDP1F と1対。EF2 は単量体タンパク質で大腸菌エシャーキア古来では分子量は約4 3キロである。タンパク質は GTP 結合ドメインとオリゴヌクレオチド結合ドメインの3つの構造ドメインから構成される。N マッタンのドメイン I は6本の α ヘリックスに囲まれた6本の β ストランドのコアからなり、ドメイン2と3は両方とも β バレル構造を取る。GTP を結合するドメイン I は GTP の GDP への加水分解によって劇的なコンフォメーション変化が起こり、 それによって EF2 は AA トレナを帰りしてリボソームから出ていく。EF2 の再活性化は細胞質での GTP の結合によって行われ、再び大きなコンフォメーション変化によって EF2 のトレナ結合部位が再活性化される。特に EF2 への GTP の結合によってドメイン I はドメイン2、3に対して約90度回転し、 トレナ結合の活性部位の残機が露出する。e f 2はリボソームとともに抗生物質による翻訳阻害の最も重要な標的の一つである。e f 2を標的とする抗生物質はその作用基準によって二つのグループに分類される。最初のグループはプルボマイシンと GE2270A を含むグループであり e f 2 g t p a a トレナ三社。 複合体の形成を阻害する。二番目のグループは、キロマイシンとイガキラクシンを含むグループであり、GTP の加水分解後のリボソームからの乖りを阻害する。ありがとうございます。